クレーグのサインダニエル・クレーグはイギリスの俳優。6代目ジェームズ・ボンドを007カジノ・ロワイヤルから5作品演じた。ナイブス・アウトではゴールデングローブ賞主演団優勝にノミネートされた。イングランド・ジェシャー州チェスターで生まれる。父親のティモシー・ジョン・ロートン・クレーグは複数のパブのオーナーで、かつてはイギリス商戦隊で幹部候補生として勤務していた。母親のオリビアは 美術教師である。1972年、彼が4歳の時に両親が離婚し、母と姉と共にリバプールへ移る。以降12年間をリバプールで過ごしたが、16歳の時、ナショナルユースシアターを受験し、ロンドンへ移る。シェイクスピア、トロイラスとクレシダのアガメムノ役で舞台デビュー。1991年にギルドホール音楽演劇学校を卒業した。 1992年にパワー・オブ・ワンで映画デビュー。1998年、愛の悪魔、フランシス・ベーコンの歪んだ肖像のジョージ・ダイアー役でデレク・ジャコビと共にエディンバラ国際映画祭最優秀演技賞を受賞。その後、トゥーム・レーダーやロード・トゥ・パーディションなどのアメリカ映画にも出演するようになる。2004年公開の J の悲劇で、 ロンドン映画批評家協会賞英国男優賞を受賞。2008年、ニューヨークにて2005年、5代目、ピアース・ブロスナンの引退を受けて、第6代目、ジェームズ・ボンド役への抜擢が発表された。007シリーズ初の金髪のボンドとなる。それまでのボンドのイメージと大きく異なることもあって、欧米では発表直後にアンチサイトができるなど、バッシングが大きかった。 これについて本人は撮影後批判は子供のののりのような言葉だったけど実際に言われると傷ついたよ。でもそういう人たちを納得させるための唯一の方法はこの役をうまくやりこなすことだった。僕自身ほどそれを感じていた人はいないと語った。またクレイグの身長は1 7 8トルと低くはないが、 歴代のボンドを演じた俳優たちが185から190センチメートルと高身長だったため、ボンドイコール長身というイメージが強く、撮影現場では実際より高く見せるためにシークレットブーツを着用する場合がある。前述のような非難の中公開された007カジノロワイヤルで、クレイグは原作のジェームズ・ボンドのイメージに限りなく近い科目で、 タフなボンドを演じ切った。その演技が評価され、シリーズ最高記録の興行収入を受立した。ショーン・コネリー以来の最高のボンドだと絶賛されるなど、興行、批評、両方の面で成功した。また、シリーズ初の英国アカデミー賞主演団優勝にノミネートされた。2008年に公開された、007慰めの報酬、2012年に公開された、 零零七スカイホール2015年に公開された零零七スペクターにもジェームズ・ボンド役で出演している。2012年に行われたロンドンオリンピック開会式にエリザベス2世をエスコートするボンド役として出演。2021年公開予定の零零七ノータイムトゥダイへの出演をもってボンド役からの降板を宣言している。 同作公開直前の2021年9月、イギリス海軍はクレーグを作中のボンドと同格となる名誉中佐に任命した。1992年にスコットランドの元女優フィオーラ・ロードンと結婚するが、1994年に離婚。二人の間には女の子がいる。ドイツの女優、ハイケ・マカシシと7年間同棲した後、日系アメリカ人の映画プロデューサーである。 サツキ・ミッチェルと5年以上にわたって交際。その後、2011年6月22日に女優のレイチェル・ワイズと結婚した。二人は映画ドリームハウスの共演がきっかけで付き合い始めていた。2018年9月1日、ワイズとの間に女児が誕生したと報じられた。少年時代からリバプール FC のサポーターである。定期的にリバプールの試合に訪れており、 物珍しいからか、よく喜ぶクレーグの姿が何度もカメラに抜かれる。ありがとうございます。